キットの中にはゴム紐、収縮チューブ、熱で溶けるテープが入っています。靴紐の長さに合わせてゴム紐をカットします。熱で溶けるテープの剥離紙を剥がし、粘着面を紐先に巻きつけます。先端がなるべく細くなるようにくるくると巻きつけます。この際、紐端を3ミリ程度はみ出させてください。その上から収縮チューブをかぶせます。当て布を押し、中から高温に熱したアイロンで向きを変えながら10秒程度熱します。収縮チューブが縮み、中のテープが溶け、ゴム紐とチューブをのり付けします。白っぽかったテープが透明になったら出来上がりのサインです。冷めてから余った端をカットすれば完成です。あとは靴に通すだけです。これで完成です。このように伸びるので脱ぎ履きが簡単です。